どうも島田平です始まりました「島田修平のお階段巡り」皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。それでは皆さんお階段の世界ゆっくりとお巡りくださいさあ、えー、今回のゲストの方 怪談師本格派の方に来ていただきました白谷渉さんですお願いいたします怪異な世界の水先案内怪談師の白谷でございますどうぞよろしくお願いを申し上げますわすごいいろんな方来ていただきましたけどいやこれは本物来ちゃったぞっていう感じがもうプンプンしてますね 最初の挨拶だけでございます。だってかっこいれいたちがまあ、話しかさんというか、あとまあ歌舞伎役者さんみたいなええやられてるんですか本当にいやややってないですよ。雰囲気すみません,ませんいやもうわからないですよ。<laughs> 本当やってる方なんじゃないかなっていうぐらいもう出来上がってるのでえでも怪談師さんなんですよね。はいえ話しかさんとかはあの好きで独学ガ流でこうマネ、まね、このようにさせていただいてますけれども。 このねセンスなんかを持ってっていうこの立ち振る舞いがあやっぱりじゃあその辺も勉強されてるんですねいや勉強っやだな、ね、もうでもお聞きしましたらあのー、ね北海道の方にあるあの怪談バースリラーナイトさんの方にもいらっしゃって、まあ、翔平さんとか村上ロックさんともご親交があってというはいで現在はフリーでも活躍されてることなんですよね。 何本ぐらい階段をお持ちなんですか320羽ぐらいですかね皆さんあの白谷さんですね YouTube の方もやられておりますこちらね URL 貼っておきますのでぜひねそちらも,もかなりの本数上がってますからねチェックの方よろしくお願いいたしますさあちょっともう本当にごめんなさいねハードル上げちゃうとよくないんでしょうけどガンガンに私上がってるんですけど僕もです <laughs> ハードルが ハートが、あ、緊張の方が、うん、緊張もそうだしね。いや、これは困りましたね。あの、楽しい。<laughs> <laughs> 幸せですね。とっても、とっても幸せです。なんだか、この時間が今。<laughs> 一回休憩取ります。<laughs> ちょっとわかんないんだって、本当。白谷さん。いや、今日、階段離れていただくんだから。 どうどうしたんですか。いやいやもちろん会談はやりますよ。だ会談やるところでこうやってね幸せとはやらないんですけれどもね。はいはい、やっぱお好きなんですねこういう話がねなんか人にこう話を聞かせるとかそういうものが。あそうですそうです。あじゃあ転職なんだやっぱり。うんそうですかねなんかそ聞いていただくの好きですね。早速お伺いしてもよろしいでしょうか。承知ました。お願いいたします。私の体験じゃないんですけれど坂本さんという。 私よりりも遠ばかり上の方になるんですけれど女性の方で,、うん、でこの方はまあいろんなお仕事なすってて一時はそのフリーのヘアメイクさんとか、うん、まあそういうようなこともされてた方ですが今からら年ぐらい前なんですねで当時彼女はシングルマザーでまだお子さん小さくてお二人いてで細腕一つで養っているという家中だったんですが、うん、お仕事で知り合って ある方が霊能者の先生だったんです当初そういうようなことは知らずにお話ししてたらその霊能者の先生が「あらあなた相当強いわね」って言うんですよ。強いはあ、実は坂本さんも非常な霊感者なんですよ、ね<ー>。ああそうですかねお分かりになりますって言ったら「うーん分かるも何もね 今まなんともないの平気だったのなんて話をして、うん、で「あなた相当力が強いからこれから自分が仕事をするときに場合によってはちょっと助けてほしいと」とそれで連連絡絡先先を教えてててててっっっ言し帰きたそうですよ、はい、それほど間を置かずに本当に連絡が来て、うんで「もしもし」ってやったら「今度ちょっと大きな財団さんのお仕事なんだけれど」と。東京は池袋にある とある3階建てのハイテナントビル、うん、ここをちょっと見てほしいという依頼が入ったとよっぽど大変な場所なんで一人じゃ無理だから、うん、お札を書く人と自分とでもう一人坂本さんあなたにも来てほしいと <laughs> でこの坂本さんというのはその霊能者さんとしての修行とかなすった方じゃないから「いや私一体って何ができますか?」って言ったら「 あなたね例の「よりしろ」になると<ー>だかだそのそういった力があるからまずはそのお祓いだとか何とかする前にどういう場所かを見るにあたってあなたの体に下ろしてほしいと。へ<ー>ああでも危ないことになるんだったら困るんですけどっていやそれは僕たちがいるから大丈夫ですよなんて話になりましてね。 じゃあ分かりましたまず行くだけ行ってみますって言って約束していったのが季節としては梅雨時期でございます、うん、ドヨンと曇っていて雨こそ降らないけどもうむわっと蒸してんですねで待ち合わせ場所を着きましたらその霊能者の先生がああこっちこっちあすぐ分かったっていうからああすいませんと脇にもう一人男の方がいて、うん、でこの方っていうのがお札かく方ですはいはい、はい ああこの間お電話で失礼しました」なんて言って「じゃあ行きましょうか」って向かったんですそしたらその池袋のどの辺かということまで私詳しく分かんないけどこう路地のね角になるところに確かに3階建てのテナントが一つポンと出てくるんですね、うん、でも外から見てて異様な空気だって言うんです、うん、あれかなと思ったらここなんですよってやっぱりとなぜその財団から見てくれというお話が来たかっていうと 古い立ち腐れのビルだから財団が買い取って取り壊して新しく建物を建てたいとせいで工事の業者に頼んで解体作業に入るとこれよくねその階段方面でありがちですけど関係者が病気になる亡くなる行方不明になるであ逆この業者が入ると事故が多発するんですねせいでこれ以上請け負えないって業者変わりますね変わっても同じなんですよ。何回やっても どうにも手がつかかないから当然その業者さんたちの間で噂になりますしねで財団の方にもこうこうこうだと原因不明だって話が来たから本当か嘘か分からないけれど見るだけ見てもらうというのがよかろうとそれで話が来たんですよって言われて見てるとテナントですから1階のところってのは路面に向かってこうガラスなんですねで向こうの様子見えるんだけどゲームセンターなんです。 でずっとこうゲームセンターになっててもちろん、まあ、営業はやってないんでねで鍵預かってますからその誘いかけてくれた先生がガチャンと「自動扉カン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 ンンどうぞ」っつってで3人して中入ったんですゲーム機そのまんまになってますところせましとずっといたってで確かにここも気ぃが悪いっちゃ気ぃが悪いけれど よくあの潰れたテーーマパークがきびわりい感じしますね、はい、あれと同じ類だろうと坂本さんは最初思ってた、うん、ところが三人して入っていくとその先生っていうのが「ここじゃないな上だなあ」なんて言って「でそうですね」ってそのお札書く人も言ってて坂本さん黙ってついてくどっかから上上がれると思うんだけど「あああったあったこれかな」って言うんです。 そそしたらその1階の奥のところゲームセンターなんですが、うん、一般住宅にあるような焦げ茶色の木目の普通の丸ブの,のドアがあると<ー>そこだけ異様なんですね一室、はい、なんですね、うん、できっとこれだよねそうですねっつって丸延ガチャンってやったら開くんですね「開くかかってないな」って開いてる開いてるってギーッと開けたで3人でこうひょいっとこう覗きましたらね 幅の狭い木の階段なんです急勾配で明かりがない登りきったところおそらく上は窓開いてるんでしょうねそこからこう表の明かりが入ってくるんで上のほうっすら明るいんですけど、うん、そこを覗いた時にお札書く先生があ、これ上だ坂本さん、ちょっとちょっとはい今ね、ちょっとお札書くからつってその場でさっと書いて、ええ で、それをまず背中にこう。で、その後、お清めしたお塩を。両胸と腰とに、それ忍ばせてくださいと。物々しくなってきちゃったな。これで大丈夫ですか。ね。とりあえず、これで大丈夫は大丈夫だと思うんで。もし調子悪くなったら言ってくださいね。今から上がりますからっつって。いい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 。上がっていく。で、ずっと上がっていく、くこの時に。坂本さん感じたのは。 匂いです、うん、ゲームセンターのフロアっていうのは、ええ、ほこりっぽいカビ臭いであとはゲーム機のプラスチックの匂いとかがしますねでここはテナントだな、うん、お店だなって匂いなんですでビルだなっていう匂いなんですところがその階段を上がっていきますとねおばあちゃんのうちに来たような匂いがするんですね、うん、はっきり違うんですねで、うん ここビルだよなって錯覚するぐらいのことになっているうちに2階に着いただどうやらここがもともとそのビルを持っていたご家族の居住ススペースなんです<ー>でまず最初に入ったのがリビングなんですが家財道具が全部そのままになってましてね絨毯カレンダー時計ダイニングテーブルから何からって全部そのままなんですただ言うとなんだけれどきれいじゃないんですね、うん ああこれ夜逃げかなんかかなっていうぐらいもうそのまんま荒れ放題になっていてでそこに3人して入っていった「夜逃げですねそうね夜逃げだわねここの部屋かな」ってそんなこと言ってる先生たちをこう前に見ながら「あら坂本さん左手にスーッと風を受けた」って <うん S 1> どっか空いてる風が抜けてきてる。 ところが前の先生はそういうことをお構いなしになんか気になるところありますなんてこう進んでいくんですね坂本さんずっとこう風を感じるんですよスー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 あんまり仕方ないんで先生あ、どうしましたあのさっきからずっと風を感じるんですけどどっか空いてませんかあら風どっか空いてるかな見るんですけど 空いてないんですどこも<ー>どこも空いてない、はい、ところが坂本さんずっと感じるんです、うん、私たち感じないけどな坂本さんまだ風吹いてるはい吹いてますえわかんないですかいや風なんか吹きようがないんだけどね坂本さんそれねどこから吹いてるかわかるあ、待ってください言われて風の吹いてくる方吹いてくる方向手探りでこう追っかけてた そのリビングを出て廊下に出てでずっとその廊下の奥から来るんですね、うん、当然通電がないから暗い廊下でそこをずっと進んでいきますと奥まで行ったらそこに風呂場があるんですでこの風呂場から「あここだ先生」えここ」って脱衣所からカラガラガラカラッて開けた目の前に脱衣所があって船体場の入り口が開いてて「あここですここから来てる」「ああじゃあお風呂の窓かしら」って言って3人でひょって行ってで船体場をひょって覗いた瞬間に「あっ タイル張りの仙台場です、はい、まず窓はすべて目張りがしてあったんですガムテープで、うん、換気扇も全部テープで埋まってるんです外から入ってきてるもんじゃないですねこれでねでなぜあっ,って言ったかっていうと仙台場のタイルの真ん中に明らかに何か燃やした跡があるんですよで燃えカスが残ってんの。はい、でそれを見て先生二人があっ,って言ってそのお札書く方がスッと入ってってその燃えカスつまんだんです あこれ「お札だなって言うんですお札焼いてるんですか?う」ん「お札だと思うな」戻してそれでそこでまあちょっとお,お祓いといいましょうかおまじないのことをやったんですねでそれをやり終わった途端に風がピタッとやんだとあって<ー>先生すいません「風邪やみました」って言うか言わないかで坂本さん「ドン!」 でものすごい辛い感情が自分の中に入ってくるのが分かって、自分の記憶じゃないんです何とも言いようがない理屈とかじゃないんですただ自分の記憶かというふうに勘違いするような勢いでズワーンという重い気持ちになってそれ以上話ができなくなった坂本さんすいませんすいませんちょっとごめんなさいああ。 なんか入ったね「いや分かんないです」って言ってる間も辛い悲しい苦しい寂しいものすごい感情が渦巻いてザーッとでわ,けわからんボロ,ボロ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 涙が出てきちゃってで鼻水も抑えられなくて何か言おうとするんですけどもしゃくり上げて仕方ないんです「坂本さん大丈夫ですよ大丈夫大丈夫今なんか入ってるよね中にね大丈夫ですか落ち着いてね」<laughs> ってやってんですけど 自分の意思と反してふっと体が風呂場に出たんですで先生たちついてくる坂本さん半分自分の意識があるからあれ私どうしたんだろうどこ行くんだろうと思ってだ足の向くまんまんだ行くしかないんですねで後から先生たちついてくるんですでずっとこう坂本さん進んでいくでリビングあここに戻ってきたなと思ったら抜けちゃったでさらに奥にうなぎの寝床のような和室があったんですけど、うん、そこに向かっていくんです自分が。 誰なんでこっち来るんだろうなんんでこっち来るんだろうと思ったらもう目の前にその部屋の入り口ですね。でそこの入り口の前に来てピタッと足が止まった。空いた向こう畳敷きの細長い部屋で真ん中に今人が寝てたと思われるような掛け布団がバフッとこうめくれたお布団が一組のめた。でその枕元のところに古い仏壇が観音扉拾いて。 って置いたんですそれだけなんですあと何もない部屋なんです、うん、でその前に来てピタッと足が止まって坂本さんここ <laughs> ここだと思います<笑><笑>なんだろう <laughs> ちょっとって言って中に入ろうとした瞬間に <laughs> 入れなかったんです、うん、一歩入ろうとしたひゅって顔上げた時に 仏壇にいますね、ええ、この仏壇っていうのはこう背中の方は壁の方にピタッとこうくっついてますが、うん、この下のところが少しこうぴったりいかないもんですから少し隙間いてるんです仏壇の背と壁の間その隙間から見てんですかってえええええ見てる見てるんですこれっぱがしいしかない隙間の向こうに目があってこっち見てるんです その目にに気づいて入れなくなくっっちゃったんです物理的には絶対考えられないですこんな隙間には目は入んないんですところが目がこうやって見てんですであっと思ってるうちに気づいたらそこにあった目がふっとなくなって小さいおばあさんが部屋の中にいるんですわとでこれは今自分の目で見えているのかそれともこの入ってきた感情なのか わからないままようやく一歩中に踏み込むと、そのおばあさんがしゃべり出した。はいえー、以前ここにね、息子夫婦と孫三人と、千人亡くなった私の弟子と、弟子のおいと七人でいたんですっていうんですね。と坂本さんそんなふうに声が聞こえてくるから、言葉にはしてないんだけど。 そうなんですねじゃあおばあちゃんここにいらしたの?」っつったら寝てた布団見て「ええええ私は足が悪いからここで寝てたんだけれどねどうしてあんなことになっちゃったかしら。甥っ子がね変な宗教にはまりましてね。 それままでは商売もうまくいっててみんな良かったんだけどねあんなものに関わったから全部傾いちゃってそのうちうちにまで借金取りが来るようになりましてねそうなんですかつらかったよねどうにもならないから 息子たち夫婦孫を連れて夜逃げなんかしなきゃいけなくなっちゃったもんねあの子たち泣いてましたそうなんですかおばあちゃん一緒に行かなかったんですか私は息子はね母さん一緒に行こうって言ってくれたけどほら足が悪いから足でまといになっちゃ悪いし 置いてけって言ったのは私なんですまったくねあの甥っ子がどうしてあんなことをしちゃったかって言って泣くんですでああこのおばあさんの感情なんだと思って話しかけながら自分もボロ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 涙が出てくる、はああそういうことで自分たち呼ばれたんだなと思ってたらそれまでボロボロ泣いてたおばあさんの表情が一変して。 ねえあなたはいお願いですからあの甥っ子の部屋の呪文どうにかしてくださいよ」って言うんですよ。えっ甥子さんのお部屋の呪文あんなものがあるから今私ばかりじゃなく息子たち夫婦も大変なのやっとここ出て行かれたと思ったのに「ねえあなたどうにかしてよ」って言うんですよ。 はい、でそこまで来てふーってで先生が様子に気づいて「坂本さんどうしたの?」<laughs> すいませんここのお布団に寝てたおばあちゃんだと思うんですけどかっかくしかじかで」って「あそうじゃあそのおいごさんのお部屋行ってみようどこだか分かる」「えー、っとはきっとこっちです」っつってそれも自分の意思じゃないんですね。階を出て 3階に上がっていくんです上上ががる階って,っていくつも部屋あるんですけどもうここの部屋だなってすぐ分かってストッと開けたらまあ下の部屋に比べ物にならないぐらい散らかり放題散らがってんだけど誰かが荒らしたあとじゃないんですゴミ屋敷のようにして誰か住んでたなって気配が残ってる、うん、でここの部屋っていうのがもう入り口開けた途端に動物の死骸の匂いというかね 不しがものすごくて、梅雨時期ですから、うわっとしてるんですね、うわーっと思って顔しかめてたら、先生二人、平気に入ってっちゃうんです。ああ、ここか、ああ、男の一人暮らしっぽいねーなんて言いながら入ってって、でも、坂本さん、あんまり臭いから、嫌だなと思いながら、こう入っていくんですね。どうしたの、坂本さん。いや、すっごい臭いですね、この部屋。それになんだか寒くないですかって エアコンも何もないんですけどそこの部屋だけ寒いんですよ、うん、いやいや臭いってどんな匂いいや、なんだか動物が死んで腐ってるみたいな匂いえいや帰って変だと思ってたのよ大抵ねこういうような散らかった古いこと人の入ってない部屋ってそんな匂いするはずなのだけどねここの部屋入った時にそんな匂いしなかったのよだからこの人と今そういう匂いしないねってなんだか変だねって話してたの あなた匂いするのすごいですけどってこっちしないって言うんです坂本さんだけするって言ってじゃあ坂本さんその匂いってどの辺からって,って探していくと壁に昭和の頃のアイドルのポスターが大きいやつがベンとあったっそこにスッと近づいててってやったらそこすごいんですよわ先生このポスターの裏で死んでる」って。 あら本当そうここねって言ってその先生が止めてあるガビをピッと外してそのままペローってめくってきたずっとめくってきて半分ぐらいめくれた時に「あああこれだわ」ばらバラッてめくったらそのポスターの貼ってあった真ん中のところに逆さまになったおそらく血で書かれた呪いの札がこうやっあったんですどういう文言なのか分かんないです でもお札が逆さまになってでこれは血文字だなって、ええ、でこのペロってめくれた瞬間に「うわー!」ってすごい匂いなんです、えー、で「うわーこれです」って言ってでその先生たちも「うわーひどいなこれ呪いだな」って言って「これ剥がそう」って言ってこれピッて剥がしたらそのお札の裏から細く束ねられた人間の髪の毛がパサッと落ちたんです。えー、でああ間違いないこれですね」って言って。 でそのお札と髪の毛の束持ってで下降りてってお風呂場のあの洗台場ですそこで新たにお札を書いてそれでくるんで火をつけて模したそうです、うん、模した途端に坂本さんが家に抱えてた辛い悲しいっていう感情が全部ひゅーっと抜けたんですねで、もやし終わった後にうん、おい子さん一体何の宗教入ってたかな これただ呪いをかけてたんじゃなくて「呪い返しですね」っていう<え>どこかから来た呪いを弾くためにわざとそういうものを用意していたんだねとところが呪い返しが返しきれてか返しきれないでか逆にこっちに来ちゃってるだろうねとで最終的にはそこで空気がきれいになったんで大丈夫だろうと財団の方に報告をして。 間もなく無事解体がする<へー> <laughs> どう思えばいいんだろうこの話いろんなこと考えちゃいましたねそうですね一つずつ聞いててもいいですかはい実際そういう ゴーースストバスターズ的なやっぱりお仕事を依頼されてやってる方たちってやっぱりい,、ね、い,いらっしゃるようですね。でまあね有名なのが「あの将門の首塚」じゃないですけどもあそこも何度もね更地にしようと思うために工事がね、まあ、事故が起きてしまうとか庁舎が火事になってしまういろんなことがあって結局手つかずだったとかってありますけど、まあ、やっぱりそういう。 何か手を加えようとするとよくないことが起きてしまう場所っていうのも、ね、結構多いんじゃないかと思いますし。うん、でその原因がまあどんな宗教か分かりませんけど呪い返しか分かりませんが、まあ、そのお札を逆さまにして髪の毛をっていうそれが原因になってるってことですよね。はい、そんなに強い力を発揮してしてまうもの 作れてしまうんんだうなってのがすごく怖かったんですけど怖いですよね。あの呪いとかたたりとかっていうと、うん、あの言葉の音のイメージだけでもう少し昔のものかなというふうにね僕なんかも思うんですけれどそれが今度いろいろこうお話を伺ってきますとねいや随分現代にもねまさまま残っておりますねしかもそれでご家族にね不幸があっただけじゃないですもんね。 その後だってその建物にずっとその呪いが残ってる状態だったってことですもんねでどうやらそのおばあさんはそれがためにそこを離れられなかったんですねも,もちろんもうおそらく亡くなってるんですおばあちゃんもね、えー、普通はこう亡くなると上がりたいもんですよね上がりたいというか、まあ、まあいろいろ諸説あるけどほとんど上がるそうですからね、えー、ところが上がれない 上がれない上に残っているうちに自分のわざわざそこを離れていった身内の不幸というのが全部見えてしまっていてそれがこれが原因なんだけれど自分にはどうすることもできないっていうだからそれがどうにかならないことには下手にそのそうすると処理しきれないでずっとそうなるわけですよね後々がね。 僕一つねすごくちょっとこう疑問というかあったのがまあそういったポスターを裏返しにしたところ裏返しのお札があってそのお札の裏には髪の毛がバサッとあったっていうまあこれがとても怖い儀式というか呪いのねまあ何かやった象徴じゃないですか。で,で治ったわけじゃないですか。でも最初お風呂場行った時にもそこで何か燃やした跡があったわけですよね。 お札ですよね。それもそうなんです。それ何燃やしてたんですか、ね？わからんのですよ。これがわからんのです。と、もしかすると。2つあって誰かがお祓いをしに来ようと思って燃やした後なのかな。でももう一つ残ってたから呪いが解けてなくって2つあった。うちの2つとも。 燃やせたからいろいろ考えちゃったんですけど最初の燃えかかすすって何なんですかねこれはね坂本さんにもあの何なんだろうというふうに聞いたんですけど結局もう分からんのですね二十数年前おそらく彼女がその後っていうのはまあこのぐらいの時期から割とそういう系のお仕事っていうのも彼女は増えていったわけですけれど本当に最初の頃ですからもうとにかく 一緒に行った先生たちについていってでそれをご記憶のままに教えてくださったということなんでえその坂本さんという女性の方その後もそのお仕事をお手伝いというか続けけられたわけですかえっと、ね、こういうことってあの看板ぶら下げて「お仕事ですよ」っていうことばかりじゃなくて普段の暮らしの中で。 その巡り合わせで回ってきてあこれはちょっとやらなきゃいかんなということだったりするじゃないですかねだからそういうことでいくと今でもあるんだと思うんですけどいやちょっと考えちゃったのが、まあ、その先生はね、まあ、すごく力がある方でお札を書く方これもね、まあ、ある意味技術職ですよね坂本さんの役割結構つらいなと思ったんですけどいやそうなんです僕も本当に思います。自分の、ね、入っっててくるっていうよよりしろ役結構ヘビーですよ、ね、ヘビビーーでですすねね あの霊能力といってもあのこれはまあ僕はそういう、ね、能力者じゃないからわからないですけれどいろいろとお話を聞くとその霊能者さんといって全て一つかっていうとなるほど違うらしいんですね。だその役割分担であるとかその力の強い弱いであるとか。 なんかやっぱりそのこちらの方面にはお得意でこちらが増えてというやっぱりそれ人それぞれあるそうなんですね。なのでもちろんお一人でできる時っていうのはお一人でなさるけれどううもうあらかじめこれは一人ではちょっと無理だなっていう時はそういう自分にない力とかある意味エキスパートあそうですすそうで力を合わせてお話ししていくっていうシステムがあるわけなんですねみたいですね。 そう今までいろんな話聞きましたがもうとにかくすすごかかったとしか言えないですね僕も伺ってるエピソードの中で非常に珍しい類の話です本当に一石贅沢に聞いちゃったみたいな感覚で,でまたこの状況描写がすごいから途中おばあちゃんとか目の前にいましたもん俺。なんかもう ゲームセンターの跡地みたいなところの状況もすごく見えてきて、はあ、階段上ったらこういう部屋があってっていうのがすごく鮮明に僕もイメージできたんで素晴らしいですすねああなたありがとうございいまやー皆さんもねかなり満足していただけたんじゃないでしょうか、えー、こういった話、はい、まだまだあるということで、はい、じゃあまた次回。 はいお願いしてもいいですかよろしくお願いいたしますありがとうございます、えー、白谷さんですね YouTube チャンネルをお持ちですチャンネル名なんですかはい、えー、チャンネル名は、えー、白谷の世界白谷会談とちょっと長いんですがそんなチャンネルをさせていただいてます、はい、もうかなりの数ね会談が上がっているそうですから皆さんね、えー、概要欄貼っておきますぜひチェックの方よろしくお願いいたします。 ですと前回で、ね、もう感動してしまいました白谷渉さんに来ていただいておりますお願いいたします怪異な世界の水先案内会談師の白谷でございますどうぞよろしくお願い申し上げますここまではねこういうにこやかでねあれ話し家さんなのとかね、まあ、そんなね、まあ、楽しげなイメージの方なんですけど怪談始まったらすごかったですね 自分ででよくわからないんですねいや僕もですけども、えー、こちらのスタッフ陣含め全員がもう感激しちゃいましてあれ、はい、<laughs> すげえなーっていうよどみない語り口で状況なんかもね <laughs> 今舌出したんですかいやいやだってわかんないんですよ僕はもうただ一生懸命さしていただいただけただとしたら一個言いますね、うん、今舌出したじゃないですか、うん、全然可愛くなかった本当にいや でもね、じゃあ言わせていただきますけれどね島田さんね開き直りますよかわいいです僕はあじゃあ僕も言わせていただきますよこの雰囲気でしょなんか「エロ主義言いそういやいやもうよく言われました昔がガッてこう話されて目つきがクッて入った時に若干「天心木村さん」でも「吟じはしないですよね吟じないですね 銀じません。いや、そんなにしたら銀じますよ。銀じません。いやいや、どんだけ胸が。あの皆さん、こういうねトークももったいないです。早く聞かせください。もったいないって僕こっちの方が好きだ。違うですよ。違う。いらないのこんな。いらないですもう早く聞いてほしい。皆さん本当にもう前回もチェックしていただきたいです。今日お願いしますね。はい。え、ではお願いします。かしこまりました。えっと。 近くですね私の応援団みたいなチームが、うん、あの発足しましたえすごい大変ありがたいことなんですけれど、えー、応援団の代表を務めて下さってる方が兵庫県お住まいで今50になったばかりの下のお名前で、えー、国弘さんとさせていて。 まあ、ご自身は非常にそのホラーとか怪談とかお好きなんですけれどご自身でで体験がないんですようん、うん、どうにかしてそういうような不思議な体験してみたらやっぱり好きな方っていうのは「見たたたりり聞いたりしたいしんですね、うん、で師匠どうにかなりませんか?」っていつも言うんですけど「いやそんな見ない方がいいよ」っつって,言ってただこのお話をする機会が増えていくにつれどうやら彼の周りがご家族も含めて。 とてもたくさんそういう経験をされてるんですね。<ー>か余計可哀想っちゃ可哀想なんですご自身だけね <laughs> なんかこうあれなんですけど、まあそういった中でいやいや僕の体験じゃないんですけれどねってあの昔変な人がいましてっていうから、うん、ああどんな人ってまだねこの国広さんが学生の頃まで戻りますから。 2 30年経つだと思うんですよねお住まい、はい、兵庫県って言いましたけどそのお近くにイニシャルで「愛さん」っていう一回り上のおお兄さんがお暮らしだったそうです、はい、で大工さんで工務店のお仕事をなすってる方だったんだけどこの愛さんというのがとにかく気が短くって機嫌のいい時あんのかなっていうぐらいいつもこの怒ってるような人で。 その気の短さがっていうと「おはよう」とか「こんにちは」ってあを聞いたことがないっていうんです。どういうことですか <laughs> こ道で誰かとすれ違うともういきなりこう眉間にしようとして,て、まあ、僕は関西弁できないけれど何しとんねんっていっきなりですよ。<laughs> それがもう通常運転だって言うの、うん、その方は。何かってと言葉は荒いしね。う 幼な心にもうわ怖いお兄ちゃんだなと思ってたでこの人は「何しとんねん」って言うともう喧嘩売るような言葉だけれど「師匠ね実はそれはまだ怒ってないんですよ」何しとんねん」っつって怒ってないの怒ってないんです怒ってるみたいな顔してるんですけど怒ってないああじゃ本当に怒るとどうなるのってうーんまあランクがあるんですけどね本当に切れてる時っていうのは「もう一遍言行ってみ」って言うんですよ。<laughs> もう一ん行ってみる」もうとん,んか話してて「うん」ってやってるうちはいいんだけどスッと表情変わって「もう一ん行ってみ」ってこうなるとあやばいと<ー>だ愛さんを知ってる人たちはそのフレーズが出るともう臨戦態勢ですねもういつ止めにかかるかっていう状態に入ると<ー>ただこの「もう一ん行ってみ」ってあとはすぐ手が出るような乱暴者なんだけれどかつていっぺん 片も警察のお世話になったことがないそうです、ね。<ー>なんで？なんな乱暴でっつった。いやそれがね筋が通ってるんですよ。筋。うん、もう一ぺん言ってみると愛さんが言う時ってのは必ず相手が悪いんです<ー>ただ殴っちゃったとしても周りはようやった愛よく殴ってくれたと。 こうなる<ー>それども殴られた本人がカッとなりゃそれは警察沙汰なんですそれもならないなぜか殴られた本人が自分でもあ自分まずかったなってわかるっていう<ー>そのぐらいにならないと切れないだから厄介な人だなとは思うけれどもまあまあいい人でそれが顕著だったのは昔その関西のね大きな地震がありましたねあの 避難所にいた時に支援物資が届いただまあその避難されてる方たちみんなこう気が立ってましたけれどその支援物資のお弁当が届いた時に中にいた避難所の誰かが「なんだこんな冷えた弁当俺たちこんなに家もなくして辛い思いしてるのに寿司ぐらい出ないのか!」って叫んだことがあったと、はい、その瞬間に愛さんがピッと顔色変わっておもう一遍行ってみって向かっていった。 で周りは止めたけれどもやんやの喝采だったそうです<ー>でこれは国広さんんも見てるんですよだからまあ怖いけれども悪い人じゃなかろうと思ってたところがねそれだけ気の短い人で切れることもあったけれど不思議なもんで誰か相手に対して「殺す」っていう言葉を使う人じゃないんですよあそうですかなんか喧んかになると言いそうだけどね いいや言わないんですただそれはね人に対して言わないってだけでねよく誰もいない空に向かってね大きな声で殺すぞ「殺すぞ殺すぞ」って怒鳴るのはよくやってたんですよ。大丈夫なのそのそ人はいや俺も最初そう思ったんですよ。何してんのかなってそしたら「愛さん実は霊感が非常に強いらしい」と。はあ、で目にに見えない存在に対して 殺そうと威嚇すると、うん、この時だけは「殺す」というワードを使うんだっていうんですでそれを国広さんたちは若い頃「いやまた殺す」って言ってるよ言ってる相手もう死んでるのにな死んでるやつに殺すっつったってもう死なねえよななんてて茶化してたところがこの「殺すぞ」って言うようになったのには実はきっかけがあったっていうんです、ええ、でこれが愛さんの同級生の方がいて。 ある時愛さん車で事故を起こしてでそのたまたま後部座席に同乗してたんですねその同級生の方が。で退院して出てこられて大変でしたねってで話聞いてったらやっぱりどうやらその愛さんには何か見えていてでその見えたものが車についちゃってそれが原因の事故だったらしいんだと。 愛さんは空に向かって殺すぞ殺すぞ」って言うじゃないかお前たちも見たことあるだろうって「うん、ああありますあります見えてるんですよね」って言って、うん、だけどなあれ昔からじゃないんだよん昔からじゃないのお前ら知らないだろう昔な愛高校時代「サンバガラス」って言われて仲良くしてたのがあと2人いるんだって言うんですね。君君と K 君っていう 仲のい,いお友達が2人いてでもう地域ではサンバガラス「サンバガラスサンバガラス」って言われてたんだけれど高校を卒業して F 君というのは東京の大学に進学、うん、で K 君っというのが大阪の工場に勤務がつてで I さんは地元の工務店で大工さんっていうんで3人バラバラになっちゃったんです。 いつもつるんでたのが「離れ離れになって寂しいね」なんて周りも言ってたんですが2年経って大阪に勤務してた K 君が当時結婚約束していた女性に騙されて借金を処罰されてあげくその人に捨てられたことを機に心病んじゃって自分で命絶っちゃったんですよ。はい 連絡が来ていや嘘だとあいつは死なないって言ったけどもう事実ですよねですぐにどうしたかっていうと愛さんは仲の良かった F 君に連絡を取ろうとそうしたら F うんです海外のボランティアというかなんかそういう海外支援みたいなことでわざわざ学校休みを取って行ってて。 今と違うから連絡の取りようないんですね。携帯とかがないですから。そうかそうかはい。まあまあどの道連絡取れてもすぐに帰って来れないだろうし、仕方ない。じゃあ俺だけで見送るっつって、葬儀に参列は愛さんだけだと。葬儀すんだとも結局エフ君のところからは何の落とさたもないし、白状なやつだなと思ってたそうです。 そこから数年経って風の噂でエフ君地元に帰ってきてるって聞いたんですね、うん、なんだあいつは帰ってきてるんだったら連絡ぐらいよこしゃい,い仲の良かった K がもう前にそうやって亡くなっているのにそのことも話してないしなどうすっかなってあいつは思ってたまあだけどなしばらく会ってないし顔も見たいから いや待ってても仕方ない」っつって自分で連絡を取ってそしたらこの F 君のご実家の様子がなんとなく電話越しに変なんですね、うん、お母さんなんだけど嬉しそうなというかなんともこう落ち着きのない感じがして、うん、でなんか話聞いたんですけど「うん、F 帰ってきてんですか?」っつって「あいるいる」っつって「会いに来てくれるの?」って言うからあ「いいんですか?」って言っていいですかっつって「愛さん会いに行ったの」「だいらっしゃいよく来てくれたね」って言うの ああ元気元気あの子もきっと喜ぶ上にいるからっつって「おお」そんなに歓迎されるかなと思いながら部屋行ってガチャッと開けたら誰だと思った最初。えったた君の面影が一つもなかったんですガリッガリに痩せ細って性器はないし目に光はないしでそれがポーッとしてて。 おおうもう会ったら「お前この野郎連絡もよこさないで」って言ってやろうと思ってたのがそんな感じじゃないんです。元気かあよく来たねあ元気だよ俺東京の大学に行ってさそんなの知ってるよって話をするんですでもとりあえず「おうんうん」って聞いてた東京の大学に行ってその後海外に行ってななんて話。 でも当然大学卒業して就職しているだろうしそっちの話全然聞こえてこないでその学生時代の話ばっかりするでずっと止めどなく話してて相づち持つことができないでいると話の最後で「まあなあこの間イにも話したんだけどさあ」って言ったんですね「え何言ってんだよお前イなんて亡くなってお前聞いてんだろ?」って あとかな「いんです、うん、いやそれでさあ」って言うんですよ「まるででそこのとこことろだけ聞こえてなない感じなんです、うん、お前 K のさ俺東京のさ大学に行ってる時にさあこれダメだと思ってだそうかそうかって「いやママちょっと俺まだあとあるからまた来るわ」っつってそそくさと降りてきたらお母さん玄関先に送りに来てくれて。 いやーどうもありがとうあの子も本当に喜ぶと思う」つおばさんえっ F 何かあったの?」あのね大学卒業した後大手の商社に就職したものすごいいじめにあったんです、うん、壊れちゃったんですねそれでそこを辞めて打ち返ってきて今仕事してないんだ ずっとあんな調子なのって「だから昔からの知り合いが来てくれるの嬉しくって」って言われて「そういうわけだったか」と「じゃあおそらくもうそこのところで分かんなくなっちゃっててケータイとあったなんて言ってんだな」と思いながらその日は帰ったんですが1週間しないうち「夜、F、君のの家から電電話話がが来たたんんです、はい、電話くれたのがお母さん、うん、もしもし」って言ったら「はい <laughs> 君ごめんえっ、ー、とね今からなんだけどちょっとうち来れないかな」って夜ですよ。 お,おばさんどうしたの?」「えもうねうちの子がねまた出てっちゃうのねもう私だけじゃもうどうにもならないからねお願い今から来てもらえないかな」って必死なんですよ、はい、何があったって聞いてる猶予ないなと思ったから「おばさん分かった今すぐ行くわ」っつってすぐに飛んでったピンポンっつったら「待ってました」とやんばかりガチャッと開いて「はあああいくんごめんね上がって上がって」「お,お邪魔します」「おばさんどうしたの?」って もおばさん、触れてるんですね、うん、で茶の巻きて、ごめんね、ごめんね、この間、もう言おうかどうか迷ってたんだけどね、もう私、止められないのよ、おばさん、ちょっと落ち着いてよって、どうしたの夜中の11時になったらね、圭君から電話が来るの。おばさん、イ死んだよ、いや、知ってるのよ、分かってんのよ、だけどね、11時になったら、毎晩、圭君から電話が来るの。 いつの間にかあの子電話取るんだけどさ電話し終わったらどっか出てっちゃうの今帰ってくるからいいんだけど毎晩毎晩どっか出てっちゃうし私心配で心配でねイ君死んでるでしょ死んでるのに電話が来るのどうしていいか私誰に相談していいかって言うんですよおさんそれ本当にま間もなく11時なんですはいいやそうなの きっと今夜も電話私それ考えたら怖くて怖くてって言って「分かったじゃあおばさんもうすぐ11時になるから待ってるよ」っつってこの時フ君が部屋にいていないんですで2人でこう待ってるってこっち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 って時間進んでてで11時にこっちってなった瞬間チリリリリンチリリリリンってなるんですよ黒電話ですでお母さんがってしてるおばさんこれだねチリリリリンチリリリリンこれ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 分かった分かった 俺出るからいいっつってガチャッて出たの大工が「もしもし」って言ったらその受話器の向こうからブラウン管テレビの時代の,あの放送終了後の砂嵐ですか、はい、ザー」っていうノイズが聞こえるんですずっと「もし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 」って言っても「ザー」って言ってるんです「もしもし?」「切るぞガチャン」受話をたおばさんが。 で息を上げてるとチリリリリリンチリリリリリンってなるんですガチャって取るザーってやってるんですもしもしザーガチャンおばさん気持ち悪いからさもう電話この後夜中使わないでしょもう線抜くよって言ったらおばさんがお願いお願いって言うんでその黒電話の線元のところからぶつっと抜いたんですぶつっと抜いた瞬間チリリリリリンチリリリリリンって言うんです これはさすがにうっと思って躊躇していたら今までいなかったんですよいつの間にか電話の脇に F 君立ってたんですあっと思ううちに F 君がガチャッと上げたもしもしって言ったら受話器の向こうから声聞こえるんです誰の声か分かんないうーんって何か言ってんですあうん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 分かったうんはいチンッと置いた こっち一別もくれないそのままくるっときびそを返して外出て行こうとするんであ、おばさん言ってたのこれかと思って止めなきゃってはい。愛さんが立ち上がった瞬間にガッと後ろからしがみつかれたんですうっと思って振り返ったらしがみついてのお母さんですえ？いやいやおばさんおばさん行っちゃうよ F って言ってみたらお母さんしがみついたまま気絶してるんですえおばさんおばさん F 君出ていっちゃうおばさん ところがっっててやったまま気絶してるからものすすごい力なんですよで向こう出てっちゃうしおばさん気絶しどうしようと思ったけどこれはあいつを外に出しちゃまずいなと思って必死におばさんの手を振りほどいたでもうお母さんこんなんなってますよねでそのまんまそこに横たえて慌ててあと追いかけたんです表出てみたら少しロスがあるからすぐ見つかんないんです「うん、やべえ見失ったあいつどこ行っちゃったんだろうさっきの電話は絶対違う」 あれはどっっかかかからかかってきたもんじゃないでも話してたしな嫌な予感がすると思っておいってこの F 君ん探して歩いたでしばらくうろうろしてるうちに車の通りのある横断歩道の手前のところに F フ君立ってたんですよ。うん、で信号が赤で,でこちらに背向けてその信号前で立ち止まってて「うん、はあよかった」と「見つかった」うん、おい F!」ってとって声かけた。 そしたららこちらを振り向いたんじゃなくてそのまんまその道路の向こう側を向いて向こう側誰もいないんですけどお、うん、ってなんか誰かに合図するみたいにおって手を上げてそのまま赤信号にポーンって出たあ今赤信号だと思っている時脇から来た大型のトレーラーにドンそのままザーって巻き込まれて即死だった 目の前でそれで F 君の葬式の時にこのことを教えてくれたもう一人のその同級生関が隣になって「大変だったな」「お前目の前だったもんな」って,ってい,やいやなんとなく分かってたんだよ」あいつのの時道路の向こう側に 手を挙げて渡ろうとしてそれで引かれたろう向こうにいたんだよそれが誰か見えなかったけどなだけどそいつのせいだな F 持ってかれたんだよ俺許せねえよっつって目に涙いっぱいためてギリ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 白衣いってて K にしてもよ F にしてもよ 俺許せねえんだよギリッてやった後中空の一点見つめて「殺すぞ」って言った。だどうやらこちらの命を狙いに忍び寄ってくる者相手に「殺すぞ」と威嚇をしているんじゃないかと。 まあ相当気が短くて荒っぽいような人だったけれどもその話を聞いてなるほどやはり少年は人の何倍も何十倍も情に濃い命を大事に思っている人だったなというのをまあ今はその愛さんはご家族で九州に引っ越しちゃったそうですからしばらく会っていないそうですけれど「殺すぞ」とあえて言葉に出す時は向こうの世界の何かに対してだったというそんなお話でございます。 まあ、その喧嘩んくて、どうすぞっていうね、中に向かって、こうね、よく話をするという。この方が愛さん。愛さんです。辛い経験をされましたね。ですね。ただ。目の前で、そのなくなってしまった、ね、ダンプカーにはねられてしまった親友、この方が、えエフさん。 f さんですよ、ね、f んでも F さんっていうのはその前に自ら命を絶たれてしまった K さんからいつも電話がかかってくるんだって言ってその電話で話ででしててかかから出かけけダンプカーに引かれたわけですよ、ね、僕は K さんに呼ばれたのかなってか信号の向,かう向こう側にいたのは K さんなのかなとか考えてしまったんですけど。はい これはやっぱりその国広さんからお話を聞いた時点でもそういうニュアンスが強かったんですね、うん、でおそらくその F さんがお電話に出てでまあ、お母さんとやり取りがあるでしょうね当然ね行く前なのか帰ってきてからなのかで誰から電話だったのっていうと K からかかってきたっていう,うん、うん、そういうおそらくやり取りがあったんですだからおそらくその道路の向かい側にいたのは K 君だったろうというふうなことなんですで。うん 私が最終的にそれは圭君だったでしょうというあえて言わなかったのはこれらのお話今もこれでもだいぶかいつまんちゃったんですけど、はい、あの全部こうねお話を聞いていくと果たして圭君だったんだろうかという疑問がどうしても残るんですね。ななんんんでででですすか K 君ががそそそもそも病んで自分で命絶ちゃいますよね、はい、でこの人がそんな風に 自分で命立つようなな人じゃなかも、ねはい、もともとどうやら見えている人でどうやら何か寄ってくるものに対しては威嚇をして寄ってこないようにしていた方らしいんですね。ということは愛さんに何かが寄ってきて,てそれが影響して彼の親しい人から連れていっているんじゃないかという。 ぼんやりとそんな見解が浮かんできた時に要するに元がどこだったのかというそこに K 君であったろうという断言がちょっと僕の中でこれは全く自分事ですけど、はい、断言すすることとがちちょっっっでできなくなくゃったんですね僕も実は聞いていて、うんうん、そっち派だったんですよ。はいはい サンバガラスと言われる、ねうん、お互い思い思合う親友なわけで「すよね、はい、で殺すぞ」っていう相手が、うん、K さんにそんなこと言うのかなってやっぱ気軽思ってたんですね。はい、F さんも、はい、K さんから電話があるんだって言ってるんだけど、うんはい、よく聞くんですよねそういう魔物とか引きずり込むものっていうのは、はい、相手が一番心を許す姿形格好をすることがあるんだ。って、うんはい だその姿を借りてそちらに引きずり込もうとしてたんじゃないのかな可能性が大いにあると思います。でそういう存在、うんはい、自分の大事な二人を連れ去った憎むべき相手だから、うん、愛さんは殺すぞっていう、うん、いつもこう怒りを抱えてその存在に言ってるのかなって、はいはい、僕もなんかそっちの方を感じましたけどね。そうなんですよねまさにその おっしゃるように殺すぞっていうのは相当のあのパワーワードだと思いますから、えー、からそれをまあいかな理由があるにしてもかつての親友に向けるだろうかって、うん、ちょっと考えづらいですよね。でよくねそういった存在に対しては、うん、それ以上の強い気持ちで戦わないと引っ張られちゃうんだっていう、うんはい、話を聞いたことがあるんですね。はい、だからこそ。 もっとこう上のこうスーこう、ね、すわって遠隔するような気持ちでいつもこう愛さんは戦っている、うんはい、でその常に臨戦態勢のような、うんうん、気持ちになっているからこそちょっと普段の生活も喧嘩早くなってしまうというか、はい、そこもその辺の原因があるのかなとかねい<や>全く私もあの便乗するわけじゃないんですけど本当にそういうい印象なんですよ、ね、あとね、えー、本当思ったのは電話ですよ。 電電話話線を抜いいても鳴ったとうそしてね耳をこうね、はい、受話器にこう当てると、はい、砂嵐の音だったよくあのテレビでも砂嵐ザーっていう中に急にこう見えたりするおかしなことがあって話って、うんはい、あるじゃないですか。ありますね。だからやっぱりもう チャンまあ波長ですよねそこがピッとこですよ霊界とこちらの世界もやっぱチャンネルでそれが合うと見えるって話を聞くんですけどやっぱりその愛さんはまだチャンネルが合ってなかったから砂嵐なんだけどもチャンネルが合ってしまってたというね人からするとそれが声として聞こえてくるとかなんか。 そうじゃない人には砂嵐に聞こえるっていうのもなんかすごく腑に落ちたんですよ。どこまでもいろいろなことが重なりますよね。えー、<ー>いや今回も聞きいってしまうというか素晴らしいお話ありがとうございました。ありがとうございます。いやあのー、白谷さんですね。YouTube チャンネルもやられてます。皆さんねぜひチェックしていただきたいんですが。 生で聞き行きたいんですけど、なんかそういうのやられてないんですかあの、定期ではやれてないんですけど、あのちょくちょくあの企画してやってますいやもうなんか落語家さんのなんかその講座を見に行ってるようなでさらに怖いっていう感覚味わえると思うんで、これ本当に何本も連続して 見に行きたいな、うん、生で見たいなって思う方多いと思うんであ嬉しい<れ>そう思っていただけたらなんかツイッターとかやられてるんですか、はい、あじゃあそちらもじゃあぜひ<非>載せておきますのでチェックしていただいて生で見たいってい方、はい、こういうご時世が明けたらぜひね足運んでいただきたいと思いますのでぜひねそちらの情報もチェックしていただきたいと思いますいよいよ次回ラスト。 もっといっぱい喋りたい。<laughs> あの、いや、それはもう大歓迎なんですけど、時々見せるその可愛い仕草、何なんですか。いや、だから可愛 <laughs> い,いんですよ。かわいいのかな。かわいいんですよ。確かに、かわいいらしいですけど。<laughs> ずっと夢見て生きてますよ。<laughs> やっぱ怪談師変わった人が多いみたいですね <laughs> ありがとうございます次回は体験談はい、はい、私の体験を聞いていただこうと思います次回も皆さんぜひね楽しみにしていただきたいと思います素晴らしかったです怪談師として大活躍怪談、はい、がとにかく素晴らしくてでなんと今回はご自身の体験談をお持ちというはい ことなんですよね。ちょっともうはい、はい、もうこんなオープニングトークは早々に切り上げて <laughs> 早速もういただいていいですか。承知いたしました。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします、えー。私が怪談師というような仕事をさせていただくきっかけというのは元をたどると自分自身で小さい時からこういろいろのこう不思議な体験があったっていうのをよく子供の頃ってのは あの夕暮れ時とか修学旅行とかで特に男の子なんか集まるとちょっとさ知ってるかなんてこうやりましたですね,やりますね。であれがなんかずっと続いちゃったんです。で大概小中高ぐらいまでで落ち着いて社会人になるとまあそういうような機会も減るんですけど私がのらりくらりの社会人やってましたんでそうすると結局仲間内で集まって。 若い頃なんか特にそうですけど銭がありませんのでね酒はどうにか工面するけれど当てがないからじゃあ階段でもやろうかなっていうね <laughs> そんなんだったんですよね、はい、でそうこうしているうちに私が31歳の年に天下の無職になりましてねで空だけ見て生きてましたら知り合い筋から「ちょっとお前階段やってねお客様に聞いていただくって仕事やらないか」って言うんで。 せでああそういうことなら行ってみようってそれが私はきっかけなんですけど、はい、そういった私の体験のごくごく最初の頃のエピソードになりますが、はい、私はもともと北海道小樽というところの生まれ出身で坂の町なんですが。 母方の祖先が明治時代に入植して以来立っているという古い2階建ての一軒家に住んでたんでよ、うん、でたすもちろん外壁やら何やらっていうのは年をごとにいくらか手入れになってましたけど中の柱とか土台とかっていうのはもうその明治の頃からのものだったんですね。で最後のリフォームかかってからもう私が住んでた当時でもう40年以上経ってましたから赤茶けた土台屋根で。 家の中でこう鉛筆かなんかを置きますとね、ロコ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 ロと転がっていくようなそんな家でした1階に7間ぐらいありましてねそれで2階が同じ間取りなんです外から見るとところが階段上がっていって2階のドアガチャッとやりますと一間しかないんですよそれもそんな大きなもんじゃないですね10畳8畳10畳ぐらいのねそんな一間しかない で、これ違和感なく住んでたんです、僕は。でも、変ですよね。下に七もあるんですよ。うん、で、外から見ると、同じ面積あるんですよ。うん、で、中行って、ガチャッとやると、一間しかないんですよ。おかしいですね。おかしいですよね。はい、これ、後々わかるんですけど、実は、その。二階の一間の向こう側、壁ぶち抜くと、開かずの間っていうのが、六間分あったんですよ。へえ。 そういうい家だったれで,すで,で3つの時からそこに住んでましたがとにかく暗くなると嫌なんですよね。なんとも誰かいるような気配がするとかスー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 風が抜けてくるとかそんなことがある家で私が小学校5年等の時に両親が離婚して親父が家を出ましてねでそこからは母親と2つ年下の弟の。 高しと私の3人暮らしになりましてで稼ぎ手がうち出ちゃいましたからそれまで専業主婦だった母親がどうにか明日から食いぶちをってんで,でアルバイト探してきて見つかったのが当時できたばっかりの24時間営業のファミリーレストランだったんで,すんでそこの夜勤これ時給がいいんで,で早速面接受けに行ったらオープニングだったもんですからすぐ採用になって。はい 早速仕事に出るっていうことになりました夜の7時ぐらいに家を出て朝の6時ぐらいに帰ってくるんです大変ですね、えー、母親も去ることながら今度まだチビだった私と弟がやっぱりね夜二人っきりになるってのは切なかったんですよねうん、うん、それでも無理言えないんです10歳ながらにも大体分かってますからね状況がね 寂しいなと思いつつも母親が仕事を出るようになってあれね10日目ぐらいなんですよ。その日も「行ってらっしゃい」って送り出して夜の7時過ぎ鍵かけて部屋戻ってきたら弟と2人ですね。なんだかんだ言って両親が離婚したっていうところの寂しさの傷も癒えていないしやることないからテレビ見てたんですなんかバラエティーを見てましたね。 少し寒い季節で北海道ですから、ストーブをつけて。で、それに当たりながら、ミルトのこうテレビ見てたら。横で弟が。こう、くりこっくりこうね、船漕ぎ始めて、うん。たかし。たかし、眠いの。眠くない。う、まあ、寝てたのも。眠い、眠い、眠いんだろう。ここで寝たら、あれだから。 もう寝巻き着替えて布団入れ兄ちゃんまだ起きてるよって「うん分かったじゃあ寝る」ってどういうことかっていうと二、はい、人いっぺんに布団に入ってお休みって明かり消すじゃないですかもしこれで僕が先に寝ついちゃうと弟一人暗い家の中で起きてなきゃいけない、うん、これが嫌だったんです 僕もそうですけど弟もやっぱりこの家は怖いと思ってたんですよなんか違和感あったんですねそうなんですだから必ず自分が先に寝入るからネタの確認して兄貴寝てくれと二、うん、つしか違わないけれどそこはお兄ちゃんなんだからっていうんで暗黙の了解ですよね、うん、私だっていい気はしないけれどいや弟の立場になってみりゃそうだなと思ったから分かったよっていう約束だったんですよでその日も弟が寝巻きに着替えて 茶の間があって地続きでダイニングでこの茶の間とダイニングの間に二階とは別です中二階の部屋というのがあったんです<ー>坂なんで効率的にこう使うんですねうん、うん、で階段をトントントンって三つぐらい上がって向こうに仏間です、うん、でその仏間と地続き隣が子供部屋になっていたというそういうような部屋の作りで,でこの仏間が夜になると布団を敷いて寝室がありです もう布団はすでに敷いてあって弟がもぞもぞっと布団に入ったなって時計見ると8時なんですよ。でテレビのボリュームを落としてとにかく弟が寝るまでは起きてなきゃいけないなって一人でこうテレビ見てたそれまで少しも眠くなかったのに急にガクってきたんですね。あれ眠いなってやってるんですけどもうダメなんです今布団入ったばかかりだからいや弟が ちゃんと寝てないと布団入れないんだよなって一か八かで「隆」って声かけたんですシーンとしててで黙ってるとスー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 寝息が聞こえてきたあー閉めたもう寝てくれたと思ってじゃあもうもう自分も寝てしまおう寝巻きに着替えて明かり落として寝室と弟がもうもうスー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 寝てるんで横に潜り込んでで昔あの 傘のついた電気で2 30センチの紐ですよねうん、うん、でそこに1メートルぐらいこうわざわざ紐を延長するんですそうするとこう横着にこう寝たままやれるんで,で起こすのかわいそうだからたまったまま布団に入ってこうカチカチカチと明かりを消してバフッとあおった今あんなに眠かったのに明かりが消えてみると寝つけないんですん急に頭がさえてきちゃって。 おかしいな今眠かったはずなんだけどな思えば思うだけ目をえていくんですねでゴロ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 やってたゴロ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 やってるうちに布団だったんですけれどね枕からはみ出てる頭のてっぺんの辺りがさわーってしたんですよで頭は冴えてるけど体は眠いんですからぼんやりしてて あ,あ今夜は随分風が強いなと思ったんです隙間風が吹いてんだなと思ったさわさわってやってるんですようんいやそんなわけないなと思った申し上げたように隣はでで子供部屋なんですよどんなにボロの家だったって壁に穴でも開いてないきゃね一間通り越して分かるだけ風吹いてこないですよ、うん でもさわ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 言ってんですええなんだこれ風邪じゃないなと思ったときに寝ている枕元の床がギって言ったんですね、うん、あまずいと思った誰かいるって分かったか目は閉じてん目は閉じてるけどギュッとこう床が歪んだから誰かいるないやそんなわけないな弟と二人だなでも絶対目開けちゃいけないな 思っていると。その歪みが音に変わったんです。つ。つ。ってやるんです。うん、今日私、足袋はいてますけれどね。まあ、これで床するような音ですよね。うわ、音が聞こえると思ったら、そのまんまツッ。す。す。と進んでいく、すり足で。遠のいていくんです。で、弟の方に進んでいく。で、そのまんま枕元をずっと進んでいくんです。 黙ってギュッと閉じて耳聞こえてますからねてずっと奥まで行くで突き当たったところが仏壇なんですよはいでその仏壇の脇まで行ったなっていうところでピタッと音が消えたまあドキドキしましてね、ええ、いやいやこれは気のせいじゃないよなだけど遠のいてってくれていや消えてよかったって安心した時にツッツッって言った。 たわっと思ったら今度足早にツッ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 です。ツっと戻ってくるツッ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 戻ってきてずっときて頭のてっぺん通り越してくれよと思ったらここで止まったんですピタッとうわここに止まったと思ったらそのまんま気配だけなんですけど何かがぐっとかがみ込んでくるのが分かるんですねずっとしゃがんできて真上からちょうどこう自分のこと見てるなっていう。 これも感覚でしかないけど、はい、あ絶対これは何かいるんだぞいるんだぞと思ってた時に気配だけじゃなくて頭のてっぺんコツコツって当たるんですよさっきは風が吹いたようにして髪の毛がさわっと揺れるだけ今度違う何かコツコツって当たるんですうんって触られるたびにこんなんなるけれども神経集中してるから何で触ってるだろうと思ったら へ、ね、えー、枕の向こうこれこうやってね人の頭のてっぺんこうやって触ってるんですよこう確かめるみたいにしてでこれはっきり感じちゃうと人間かえってどううにか状況を正当化しようとしよとますねこれだけはっきり感じるってことはこれはお化けじゃない、うん、横に寝てる弟がいたずらをしているって自分に聞かすんです目は開けられないただそのまんま 高志!高橋」って言った最初は返事ないです「すすすすね」気が聞こえ「高しって言ったら「うん、どうしたの?」がさガサッて寝返りを言ったんですん弟向こう向いて寝てんです弟向こう向いて寝てんですここで最初いだと思います 向こう向いて寝てる人間がわざわざこんなことして人の頭触るだろうかと思ったんです、うん、でもずっとその間も感触があるんです<ー>いやいやきっとわざとだと思って「かしさ今兄ちゃんの頭触ってるだろう」うえ触ってないよ」いやそういうのいいから兄ちゃん眠いんだから触ってないよどうしたの兄ちゃんなんか触ってんの?」 触っっっっっってててのお前だろって言たたら弟が怖が怖ちゃ「違うよ僕何にもしてないよ」「兄ちゃん何かいるの何かいるの?なんかいるの」って言う「何かいるの?」じゃないって「お前が触ってんだろ触ってない」って「いやお前触ってないんだったら兄ちゃんの腕掴んでみろ」って布団ひっついてますから「弟のの布団にずっと自分の手差し入れたお前触ってないんだったら兄ちゃんの腕掴めるだろ」っつったら弟が「えー、ちょっと待って何かいるの?」って言いながらふっと掴んだんです。確かに弟の手 右手左手で私の腕を掴んだんです弟の手はここにあるんですその間もここもぞもぞ言ってんです<ー>この瞬間「あ弟じゃない」ってようやく自分の中で認めざるを得なくなった、うん、あ弟じゃないと思った瞬間にそれまでゴツゴツとこう触っていただけだったのが枕と頭の設置してるこの接地面。つ 手が潜り込んできたんです。はい、で、まあその時だってそうですけど、後になって考えてみて、ような手ですよね。大きいんですよ。うん、グローブみたいな手ですよね。片手なんですけど、親指と小指の関節がここにあるぐらい片手で小学校五年の男の子の頭すっぽり包んじゃったんです。で、ギュッて入ってきた瞬間にとっさにいけないと思って、布団をひっ掴むと同時潜り込んできた手が。 後頭部の髪の髪毛ーッと引きつかんんででー上げられたんですで私とっさに布団をひっつかんでたからギューッて持ち上げられて布団からはみ出るんだけど、はい、幸いどっかにドーンと飛ばされることはないんですねただすごい勢いで引っ張ってるんですよでもこうなっちゃったらとにかくできることといえば部屋を明るくすることだなと思ってでも自分ここ今手離せないですから「高橋電気つけろ!」 横で弟が。怖いよ。兄ちゃん、怖いよい。そうですよね。ええ、それをつけるのも怖いですよね。でしょう。はい、いや、気持ちはよくわかるんですけどね。私はもうそれどころじゃなく怖いんですね。唯一の拠り所を。全力で。裏切られたんですね。<laughs> まあまあ,まあ。正しい。いから電気つけろ。怖いよって。あ、これ無理だなと思って。<laughs> でも全身の力を入れてぐーって前にのめったら後ろでブツブツと音が聞こえてふっと手がほどけたんです、はい、で勢いづいてるからそのまんまわーっといったらこの手が電気の紐にかかったんですよ、うん、延長してるやつカンって触ったらカチンってついてパッと明るくなる、はい、で紐をぎゅんって引っ張ってますから傘ごと電気がわーんわんって揺れるんですで部屋の様子がわーわーっと明るく見えますよね 明るくなってみたら弟が本当に漫画みたいに掛け布団頭からかむって人間震えるんですね、本当にね小刻みにガタ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 やって、うん、兄ちゃん、兄ちゃんって言う幸い何もいないし、うん、はあ大丈夫だと思って貴司、貴司ごめん大丈夫大丈夫もう顔出して大丈夫大丈夫だよ、兄ちゃん何があったのいや、分かんないんだ。 もう大丈夫だから本当本当って言いながらすッと弟がこう掛け布団上げて顔を出してきてで私は何だったろうってひょいっと後ろを振り返った瞬間に「兄ちゃん頭!」って言うんです。はい、えちょっと手で触ったら当時今4日いくらか髪が長かったんですが人の手の形で後頭部の髪の毛がへこんでるというのか、えー、要するに跡がついてるんですね、うん、触ってわかるぐらい。でうわなんだこれと思って で勢い枕見たら髪の毛がバラバラって抜けてんですこの瞬間に気のせいじゃなくなったんです暗い時に何かに引きずり上げられてあのブツブツっつたの髪の毛が抜けたんですねそれが枕にこうワッと抜けてるんですねこの日人生で初めて徹夜をして朝まで二人でお袋を待ってで六時半ぐらいですかねお袋が帰ってきたんで昨べかっかくしかじかこう,こうこういうことがあったと話したら 母親の反応です、はい、あんた何言ってんの本当にって言うじゃないですか、うん、普通は言わないんです黙って最後まで聞いてるんですでこうこうこうだったよって言い終わったらああよかったねそれ鬼の手だねって言うんですよ鬼の手鬼の手何それ鬼の手よと鬼の手に引っ張られたんですよ よかったねってそのまま引っ張られたらあんたもう死んじゃってたかもしれないねって平気に言うんですよ。ってみうとさんで今になってみればだけど子供ですからああそうなんだと助かってよかったんだと夕べの鬼の手だったんだと思って、まあ、それはそれで済んだんですが25の時に母親が亡くなりましてね、はい、でそれまで住んでた実家古くなってるしでもこれ以上維持が難しいから取り壊そうと。 で取り壊しになった時に冒頭でお話ししたあの開かずの間っていうのを見てみたいと思ってたんで、ええ、その解体に立ち会いましてねで現場監督さんに「2階の壁剥がれたら向こうちょっと見たいから教えて」って言ってたでこうやってこのショベルカーがーってやってる間のこれ見てたら監督さんが着てヘルメットと懐中電灯持ってきて「白谷さんあの今上開きましたけどご覧になります?」って「今なら大丈夫ですけど」って言うから「あじゃあすいません」っつって。 ヘルメットかむってでも半分壊れかかったうち上がってたで階段上がってって見たら一面ベローンと壁が抜けていて、うん、で向こう側畳は全部上がってるんですけど、うん、古いね板間なんですね、うん、でまあ昔の頃のお全部だとかタンスだとかっていうのがほこりかむってずっとあるんです、うん、でわすげえなって破れ目から中入ってでこう進んでいくたら廊下が出てきましてねさらに奥があるなと思ってそこまで行ってひョいってこうね柱のところで 左側にライトを向けたら襖も何も全部開いちゃってるんですけど、うん、向こうに丸窓なんですよね外側から塞がってるからあれだけど丸窓が切ってあって座敷が見えて床の間になってるんです。うん、で古いの好きだから「わこれは時代のものかもしれない」そてそっと寄ってって近くでこうやって照らしてみたら決してうまくない誰が描いたんだっていうような。 鬼の絵が一体描いたんです、えー、目も何も入ってないで角が描いてあるから鬼だって分かる程度の何だか分かんない絵なんですよただそれを見た時に「あおふくろ言ってたのこれだ」と思った瞬間ドクッとして「あここ行っちゃいけない」大急ぎで戻ってきてで破れ目をまたいで「大丈夫?」と思った瞬間に耳元で出てけって言われたんです。でえ で振り返り返ますわねここで聞こえたんだから出てけって言われたと思ってひょって振り返った視線の先ですあのさっき懐中電灯をひょいって左に向けた柱のその向こう側のところ天井に届くだけ大きな人が手をかけてこうやって見てるんですこれ<え>でそこにピタッと目が合った瞬間にスッと奥引っ込んだもう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 そこから私はバタバタバタっと下降りてきました で結局そのまま壊しちゃったんですよ今みたいな家業になると思ってればね、まあ、無理してでもその掛け軸持ってきたかったなと思いますけれどその頃そんなつもりないですからあおふくろが言ってたのはこれのことだったかと。ということはおふくろは何か知ってたんだよなまあ残念ながらもう確かめるすべはないですけれど私が小学校5年。 10歳の時に体験をした「鬼の手」というお話でございます。いや枕と頭のね隙間にぐっって,って、はい、髪をつかまれて引っ張られそうになった、はい、引っ張られてからもうこの世にいなかったかもしれない、はい、とおふくろは言ってましたですね。もう引っ張られたくないから今後ろを刈り上げてらっしゃるんですね。<laughs> つか、うん、まれないようにそうですやっぱり目のつけどころが違いますねっ <laughs> 怒っってらえホントに怖すぎて一回ちょっとなんか自分で今こういうことを言わないと今平静をめてなくってえ最後パッてグッ、はいはい、て見てた大きな人間って、ええ、それやっぱ恩人ってことですかだと思うんです,すごいだって大きいです、ね、大きいです あの大きいですね本当にその頭のねこの,この部分でもねまっすぐ立ってたってよりは印象ですけども一瞬しか見てないからあのねちょっとこうね背を丸めて見て見た印象なんですよそれでもここが要するに天井についてるわけですからおそらくもっと大きいでしょうね。の間じゃないですかもしかするとその鬼を封印していたうん、うんはい だけども何かの弾みで下に降りてきてしまって、うん、その鬼が、はい、あのように引きずり込もうとしてきていた、うん、ってことなんですかね、うん、私自身の中では今でもその欠けてあった掛け軸っていうのが封じ絵なんじゃないかなというふうに思っているんですね,ねあなるほど思ってるんですその中から出てきたってことなんですかね、はあ、ただもう何年も前になりますけどとある会談関係の先輩にこの話をした時に 僕はその「風神じゃないかっていうような見解だったんですがそうじゃなくてもしかするとその明治に入ってそこに家を建てるというふうになった時にその土地にいた何かとご先祖さんが契約をしたんじゃないかなるほど。でこの家がある間中はここを守ってくれと。ところがその守ってくれる存在っていうのがこれはまあ日本は神社さんなんか見てもそうですけれどね 必ずしもその善のものをだけ祀るわけじゃない御、ねはい、両心行といいます、ねはい、だから本来はそのままにしておくと人の手に負えない危ないものなんだけれどもある種の契約を交わすことでかえって自分たちを守ってくれるという、ね。それをしっかり崇めることで守り神になってくださいよというね話って結構ありますもんねはいはい、はい、だそちらの類かもしれないねっていうようなことはあのおっしゃっていただいたことがありますねだどっちかはわからんのですけど、ね せなるといやごめんなさいねただの憶測歴しかないんですけどその一族というのはその村でその鬼を封じ込めるでもその鬼に対してすごくずっとこうお供え物をあげたりとか大事にしていくということを仰せつかった一族だったのかもしれないですよねかもしれないですよねでもそこ取り壊してしまったんですもんね。壊しちゃいましたもう今新しいお宅が二軒たってそうですよね 出てけといった声っていうのはどういった声だったか覚えてます？うんうん、あのはっきり覚えてますね。あのたとえようがそれしかないんですけど、本当にその足元から響くようなという印象のいくら僕出そうと思ってもその低さが出ないです。低い声なんですね。やっぱりだからもしかすると実際に聞こえてたというよりかは、うん、もう直接ダイレクトに響いてくるような声だったのかもしれないです。 そんな印象ですね鬼の声だったんですかね、えー、どうなんでしょう、うん、いやすごい体験されてますねあれは怖かったですね、うん、それ以降は無事にそのお宅で何もなく暮らせていたんですかまだあったんですねじゃあこれはまた来ていただいてもいいですか呼んでくださいますかいいですかまたね後日談とか絶対ありそうなので、はい、その辺よかったらお話 いやもうこの気になってしょうがないのではいお願いしたいと思いますぜひありがとうございましたさあゲストはですねもう前回出ていただきまして大好評、うん、またこの方に来ていただきました白谷渡さんですお願いします 怪異な世界の水先案内会談師の白谷でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。いやー来ました。<laughs> 渡るがまた来ちゃいましたね。<laughs> 来ちゃった。来ちゃった。<laughs> <laughs> いやー前回出ていただいた後あのコメント欄ご覧になりました。はい。もうあれが大絶賛の嵐なんだなっていう。<laughs> もうすげーとか、うわもうこれぞ会談師とか。 ちょっとあれ読んだら、もうにやにやが止まらなかったんじゃないですか。もう、とってもね、ありがたいことでしたけれど。あのちょっとね、怖い。<ん>今日怖い。なん、なんで。あんまり、あんなふうによく言っていただいたんで。んなね、ちょっと、まあ、どうしようと思って。ハードルが上がっちゃってんじゃないかなって思って,ってこと。そうですね。はい。うん、皆さん、ご安心ください。会談始まったら、もうこんな感じじゃなくなりますんで。<laughs> <laughs> 会談がすごすぎるから。 なんか普段のちょっと可愛らしい一面がもうギャップあるように見えちゃう。可愛いんですかやっぱりね。<laughs> そ<う>いやいや。だってだいやいや違う違う違う,違うえなんか可愛いを可愛くしようと思ってるわけじゃないんですよ。可愛いか可愛くないかで言うと可愛いですよ。<laughs> <laughs> <laughs> じゃあよかった。断念の笑みをするなそこで。<laughs> ただねあの志谷さんねあの YouTube チャンネルもちろんやられておりまして、はい、チャンネル名が 白谷の世界白谷階談というはいもうつい先日3万人突破おめでとうございますありがとうございます <laughs> いやこれは本当にあの島田さんはじめあのスタッフの皆さんであのご覧いただいている皆さんのおかげで本当にあの前回出していただいてからきゃんってこうご登録いただいていやもうそれだけ素晴らしい階談をもうたくさんこう上げられてたんで、うん、もうねやっぱりうわいいチャンネル教えてくれましたありがとうございましたってコメントも多かったので はい、もう白谷さんのもうね実力です。ありがとうございます。いやありがとうございます。はい、本当に。さあ、じゃあね。はい。<laughs> 早速いいですか。承知いたしました。はい。会談話っていうと、まあ私なんざあの小さい時からいろいろと不思議な体験があったりして、で学校に出向いてで給油と一人一人やってるのというのが楽しかったなという記憶がありますが。 やっぱりこの学生の頃っていうのは何でしょうね割と多くの方がそういうような怪談話ご興味を持たれるようなことが多いのかなとで実際に全国各地どこを巡ってみても割とその学校には学校に伝わっている怪談話なんていうのがありますですねこれお話を教えてくださった方私と同世代になるのかな 下のお名前で、ひろみさんとさせていただきます。女性の方。女性です。で、このひろみさんという方が。高校の三年生の時だそうです。うん、当時、彼女の通っていた高校っていうのが。校舎が二つございましてね。で、一つっていうのは、自分たちが普段授業を受ける教室のある校舎なんです。うん、で、もう一つっていうのは、うんと古い校舎で。で、これ聞きますとね。 当時通っていたその高校というのが創立をたどっていくと昭和の初期だって、うん、でどうやらその時に建てられた校舎というのがそのままになってんですね。でちょっといった離れには使われていないお手洗いも要するにその当時のお手洗いでしょうねそれがそのまま残っているという学校だったそうです。うん、まあそういうような学校なんでいろんな噂あったんですよ。 で特にやっぱりそっちの旧校舎の方なんかっていうのはなんか出るんじゃないかなんて話もありましてまあそうでしょうねなんかそういう古いところになるとありそうですよねええー。で高校生の3年生の時にあの「部活終わりに友達とこっくりさんをやることになりましたね」もうなんかその時点でよっしゃいいのにと思うわけですね,そうですねこっちっね。でもそう言ったって 部活終わりでもうだいぶ日は傾いてるわけですね雰囲気いいわけですよ当たりが薄暗いし、うん、で生徒もおおむね帰っちゃってるわけですねでなおかつ何がいいって言ってその旧校舎っていうのが未使用なんじゃなくて部活動の部室代わりに使ってる部屋だった、うん、だご本人さんたちは結局その新しい校舎の教室でやるんですけど そのの校者っていうのは馴染みがあるわけです、うん、そこの雰囲気っていうのを引っ張ってきて部活終わりですから雰囲気引っ張ってきといてからの「夕暮れ時のこっくりさん」「女の子寄り集まってわあドキドキする」ってやったわけですなんかありましたか?」いやそれがこっくりさんは特に不思議なことはなくてあそうですか」「ちゃんと質問なす」って「ええ」 「だからやっぱ動くんですよねって動くんですよ僕もやったことあります」なんてそんな話しててで気づいたらもうあたりも静かになっちゃってるし自分たちしか残ってないなと思ってでそろそろ帰ろうかってこっくりさんを辞めて、うん、帰り支度をしてたら34人残ってたうちの「じゃあ私先帰るね」ごめんもう急いで行かなきゃいけない」っつってで2人か3人先帰っちゃう方と。 もう一人友人の女の子と二人きりになっちゃってで行こうか、うん、えやばくない静かじゃない?え」「えだって私たちしかいないじゃん」なんて言いながら明かりの消えた廊下に出るシーンと静かなんですあんまり夢中にやってるうちに随分時間経っちゃったねって二人して廊下をずっと行く。 教室が2階だったんです下駄箱ってのが1階の廊下の中ほどのところにある10段ぐらいの階段をさらにトントントンと降りた、うん、その1階のフロアの真ん中ぐらいに彼女たちの下駄箱があったそうなんではい、はい、廊下ををずずっっっと行てててまず階段を降りてってしななきゃいけないけ静まり返った夕暮れ時の廊下ってのは黙って歩くと君のいいもんじゃないそうですよ。うん ドアが全部開け放たれておりますから通りすがりに教室の中を覗いていきますとね普段ですと部活で残ってる子たちのカバンやら何やらっていうのがまだ机の上に乗っかってたり場合によるとこう生徒が残ってたりするところがこの日に限った自分たちが一番最後なんでガラーンとしてるんですね「えやばいなんか誰もいないのってやばいねいいって見ないでいこう」なんか言ってるうちに階段に着く。 トトン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 と降りていく降りりって左手に曲がりますでその廊下をまっすぐ行って中ほどにさらに銃弾を降りる階段があるからそこめがけるんですがこの階段のところに機械の置いてある部屋っていうのかな機械ええー、事務処理のお部屋みたいなつまりそのパソコンですね。あはい 今当たり前になりましたけれどある時期までってのは学校でパソコンこんなでっかいの用意してねうん、うん、でそういう普段使っていないパソコンの並んでるお部屋ってのがあるでそこのお部屋の脇の階段を降りると下駄箱なんでそこにこう二人向かっていくわけですねでそのパソコンの置いてある部屋の手前にも教室があります。一つ一つつ見ていく ドアが開け放たれら相変わらず誰もいないな廊下ずっと奥までシーンと静か、ね、ででいよいよもうすぐその部屋だなと近づいてふっと何気なく横を向いたら、はい、あっ思わず声出しちゃった、はい、そのパソコンの置いてある部屋の一つか二つ手前の教室、うん、誰もいないと思ってふっと見たら、はい、その教室の一番奥の、はい。 そこの席に白いセーラー服着ておかっぱ頭の、まあ、短めの髪の毛の女の子が黒板の方を向いてこう座ってたんです。まさか人がいると思ってなかったん、ね、で「あ,、はい、あっ!」て声出しちゃったんだけど友達も「えやだびっくりさせないでようわまだいるんだ人」っつって「あ見えてるよね?え」え見えてるよ」 最初幽霊だと思ったそうじゃなくって普通に女の子が一人いて黒板の方向いてでなんか誰か待ってる感じだったってい,、うん、いやちょっと失礼しちゃったかもしれない静かな中だし自分たちだあっていう声届いたよねっつって、うん、でも私たち悪くないよだってあんなところこの時間一人で座ってるのは変だもんそうだよねでも誰か待ってんのかなって待ってんじゃないって言って一回通りすがったんだけど。 どうしてもヒロミさんん気になったんですよ二人して見てるから幽霊お化けなはずはないんだけどいやでも変だとなんでか分かんない違和感があるからと思ってもう一遍ひょって覗いたらいなかったんです、うん、あれいないねえ,ねえ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 いないいいってびっくりした何大きい声出さないで誰がい,やいやだかららさっきほら 中に「いた子いいいないいやどっか行ったんじゃないもう帰ろう!そうか」そうだ、ね、って言っていざいざそのパソコンの置いてある部屋の前を通りすがった時にそこの教室って廊下に面してずっと窓があります、はい、で教室の内側からずっとカーテンが敷いてあるんだけれどその窓の前を通りすがってった時に不意にその教室の中から視線を感じてひょいって見たら。 あのおかっぱ頭の女の子がカーテンの間から顔だけ出して窓のところにこうひっつくようにしてこっち見てるって顔がこっち向いてるから自分のことを見てるのかって最初思ったっ、ええところが顔をこう出しながら目線は自分たちが今来た向こう側の方こう顔を出しながらこうやって見てるんです。 いやいやちょっと待って何してんのこの人、うん、隣の部屋にいたと思っていなくなったら今度こっちの部屋に映ってんのかでこれ一瞬なんですよね見てるのってね、うん、一瞬こう通りすがってる間にあっと思って一瞬なんだけどそれが見えた時にああこの子やっぱり人じゃないんだと思うんですなんでかっていうとね、えー、どうして あのねカーテンの向こうから顔を出してるんです。そうすると当然まあ、カーテンがこうめくれるか、まあ、間になってるとこういうふうになってシワが寄るかそんなふうになりますよね。おんないんです。えないんです。顔だけカーテンと窓の間にスポッっているっていうんですよ。え,えカーテンと窓の間にあ窓がありますよね。はい でこの敷いてあるカーテンと窓とのこの隙間に向こうからこう首をこう出してるんじゃなくてこの隙間に顔だけスポットあるんです。体は見えないんです、えー、仮に向こうにあるとしても仮に向こうにあるならばカーテンに皺が寄ったりとか、ね、たわみができるんですないんです。 カーテンは整然と閉じられたままにあるんですそれでヒロミさんあこれは違う見ちゃいけないもんだと思ってギャって言って友達にしがみついたら友達もずっっとと悪いと思ってたんでしょうその子の姿をはっきり見たわけじゃないけれどもその悲鳴に驚いて2人してバタバタバタって銃弾階段を駆け下りたでこの駆け下りていく時階段の脇の壁にも小窓がついていたそうですが。 その小窓に確かにあの白いセーラー服の女の子の姿が映っているのを目の端に盗んでるんです。で絶対振り返っちゃいけないと思ってその日二人大急ぎで帰ったんだけど翌日になってヒロミさんそのお友達に「ねえやっぱり昨日のってあれ人じゃないよね」ああ「あんたも気づいた」「うん気づいた」「うちの生徒じゃないよね違うね」 なぜか彼女の通っていた高校夏服も冬服もセーラー服は紺地なんです白って言ってましたよねそうなんですそもそも白い制服がないんですね、うん、なおかつその当時通っていた一年生から三年生までおかっぱ頭の女の子がいないんですいやじゃあ見たのって誰だったんだろうって言ってたら 実はあの「使われていない古いトイレここに伝わっている怪談話を耳にされてあっ!」と思った、えー、ですかそこの使われていないお手洗いには白いセーラー服を着た短い髪の毛の女性とが立っているという噂が大々伝わっていたそうです、えー、だきっと私が見たのってその人かなと思ってるんですけど もちろん見た時はギョッとしましたし怖いんですけどねでも時間が経つにつれと思うのはあの子ねずっと何か待ってるんです。<laughs> 向こうに首を向けておそらくずっと昔から何か待ってるんです。一体それだけの年月をかけて彼女誰を待ってるのかしら そんなお話でございます。えこっくりさんをやったこととかって何か関係があるんですかねもしかするとですけれどもやっぱり高齢術の一種ですからね。えー、あそうか。だから図らずも何かそういうようなものを引き寄せてしまっていたりとかご自身で何か気づくような。 そういう波長が強くなっていたりとかっていう、うん、そういう可能性はあるのかもしれないなと思いました、ね。あと歴史がある学校っておっしゃってましたよね。うんはい、だから本当昔と以前、そういう白い制服を使っていた時代とかあったんですかね。うんうんうん、あのー、そこまで突っ込んではね、えーえー、伺ってないんですけど、ま私がそのお話を聞いた中で、その想像する分にはですね。 おそそらくそうななんじゃ何か,、ね、かね調べてって本当にそういうね,かつ,ね、うん、かつてそういう成功を使っている時代があったんだったら、はい、なんかその以前のまあそこに通っていた生徒さんなのかなって何かを待ってたのかなとか。という気は。でこれは憶測の域を出ませんけれどねその地域によってはその戦争との絡みっていうのが出てきますよね。あ<ー>だから あるいはそのぐらいの時代に亡くなってしまってる御霊だったりしないのかなっていうのがもうこれはもう全然あの追跡取材をしてということではないですから全く個人的な印象でねということになりますけれどね。いやちょっと本当にこの人すごいなと思ったのがただね薄暗い夕方の廊下を歩いてるっていうとこ。 だけで怖いんですよ。<laughs> なんか話が上手すぎて、廊下歩いてるだけのとこも怖かったから、ずっと怖かったんですよ。それは想像力が豊かでございます。想像力が働くようなやっぱりこうね、話口調が素晴らしいなってことを今日もはい再確認させていただきました。えー、ぜひ皆さんですね、シロタさんチャンネルやられてます。チャンネル名が。 白谷の世界、白谷怪談というチャンネルでございます。はい、ぜひぜひね、皆さんチェックの方、概要欄貼っておきますので、よろしくお願いいたします。お願いいたします。また次回、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、というわけで、ゲスト、海南市の白谷渉さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。